愛姫で新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛姫です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。2月3日土曜日、皆さんおはようございます。さて、今日2月3日は節分ですね。節分とは2月3日の、ことと思っているかもしれないんですけれども、実は節分とは各季節の始まりの日の前日のことを、指すんですね。立春と立夏、立秋、立冬とね、の前の日、1日前ですよね、のことをすべてね、節分と呼びます。その中でも、代表的なのがこの2月3日っていうことですよね。で、節分っていうのは、字のごとくね、季節を分けることを、意味しています。江戸時代以降はね、特にこの、現在のこの立春の前日を示す場合が、多い。あんまりね、夏とかにね、節分とかっていうのはね、聞かないですよね。なので、この春のね、立春の前日のことを、指す場合が、多いのが、現状ですね。太陰太陽暦といって、今の暦ではなく、昔のね、日本の暦。暦っていうのはやっぱりいろいろその吉凶を占う、なので、昔のね、この中国の、考え方ですよね、のもとにして、このどういうふうにこう毎日、暦が過ぎていくかっていうのを、この古代はね、中国で、盛んに行われていたんですけれども、立春に最も近い新月、今回は立春に最も近いというか、立春の前の日ですよね。立春の前の日のことを表しているのが今なんですけれども、この立春に最も近い新月を元旦として、月の満ち欠けを基準にしていた、太陰太陽暦なんですね。太陰太陽暦っていうのは、月が、中心になっていることなっている、暦のことです。そして今私たちが使っているのは、太陽暦ということで、太陽を中心に、作られた暦を、今私たちは使っています。なんですけれどもね、最近はこの月を中心としたね、生活っていう方が、特に女性は向いてるんじゃないかっていうね、声も、あちこちからこう出てきていて、なのでこの月の、旧暦のカレンダーですよね、っていうのも、割とねこう使われてたりね、両方ね飾ってたりとかします。私も実はね両方で、やっぱり月のこのサイクルっていうのはこうやっぱり体にちょうどいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。なので、両方で、ね、使っていくっていうのが、結構どんな日かっていうのを分かって、いいんじゃないかなというふうに思います。さて、今日の動画にも通じる話なんですけれども、2024年今年は実装問題への国際的なルール作りでの節目の年になると言われています。国連環境計画が2月26日から3月1日、ケニアで開く第6回国連環境総会で主要課題の一つになり、窒素の削減や管理強化へ新たな決議をまとめる見通しだというふうに言われています。ということでね、この窒素ですよね。今ね、脱炭素っていうのも世界の
一つのね課題で、みんながこう注目しつつある、この脱炭素なんですけれども、私たちもこの脱炭素についてはやはり少し取り組んでいく必要があるのかなと思っているので、まあ、今後ねちょっと日本では、農業に対しての脱炭素っていうのがあまり進んでいないので、かなりね先の話にはなるかもしれないんですけれども、まあ、でも、それにその実現に向けてですね今から少しずつこう何か始めれたらいいなっていうふうに、思っています。まあ、それはね脱炭素の方なんですけれども、今日の、動画はですね、まあ、窒素についてお話ししてるんですね。でこの窒素っていうものもやはり、環境汚染にもつながるし人間のね、健康にもつながるという、農業っていうのはこう化学肥料をこう今はほとんど使ってるじゃないですか。でこの化学肥料には実はね窒素が、大量に入っているというふうに言われていて、それがですねこう土の中に、染み込んで、でさらにそれが、まあ、地下水とか川とかのね、汚染につながって、でさらにそれがね、人間の、健康も害するっていうことが、まあ、最近分かってきているんですよね。なので、まあ、日本でもですねこの窒素問題についての、まあ、会が、行われる予定にはなってると思うんですけれども、まあ、実質ですね私のこの周りでこの窒素の問題に取り組んでるというところは、まあ、ちょっと少ないんじゃないかなと思うんですよね。なのでこれからはですね、商品が売れる価値、なぜあなたはそれを買いますかっていうふうに言われた時に、答える答えですよね。これが、まあ、変わってくるというふうに言われています。まあ、私たちとしては、まあ、それが変わってもらえないとなかなか売れないっていうのもあるので、私たち実際農家にとってもですね今回の、農業の、まあ変更には意味があるのかなっていうふうに思っています。なんでですね、まあ、今日のお話も通じる、窒素、このね、窒素問題の、ことについて、青森のですね奇跡のリンゴの、木村さんが、この問題について、窒素っていうよりもこの窒素問題についてね、話してくれています、木村明則さんですね。なのでこの硝酸態窒素っていうものの影響ですよね。この肥料も有機栽培と言ってもですねこの有機栽培の中にこう一歩間違えるとこの硝酸態窒素っていうのが、大量に入るというお話になっておりますので、まあ、よかったらですねこれから、どんな商品を買うか、どんな誰の野菜を買うかっていう時に見た目とか安さではなくて新しい価値っていうのが、まあ、これから、できていくというか、まあ、私たちがその流れをですね作っていけたらいいなっていうふうに思っています。さて今日のお話はいかがだったでしょうか。もしね、よかったなと思ったら、グッドボタン、そしてねチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。